今回ご紹介するのは一畑電車北松江線の松江宍道湖温泉駅です。松江宍道湖温泉駅は島根県松江市中原町にあり、一畑電車北松江線の終着駅となっています。当駅は1928年昭和3年4月5日に北松江駅として開業しました。ところが1970年昭和45年10月1日に温泉が湧き出したため、当駅は松江温泉駅に改称されました。当駅は今でこそ宍道湖から少し離れていますが、開業当時から1970年前後まではホームの際まで宍道湖が迫っていました。当駅は2001年、平成13年に現在の駅舎に建て替えられ、2002年、平成14年4月1日に駅周辺の温泉街が松江宍道湖温泉と命名されたのに伴い、松江宍道湖温泉駅に改称されました。当駅は東端式ホーム2面2線を有する地上駅です。改札へ入って右側が1番乗り場、左側が2番乗り場となっています。
ご乗車ありがとうございます。各駅停車出雲大社前駅です。電鉄出雲市 JR 出雲市駅方面お越しのお客様は途中の川戸駅にてお乗り換えください。ご視聴ありがとうございました。